愛人、経営者。愛知県生まれ。カゴメ株式会社創業者、カニエイチ太郎の孫で、同社代表取締役社長、日本缶詰協会会長を歴任。カゴメ不動産株式会社代表取締役社長の、カノブ信カは長男。東海中学校、高等学校卒業。1952年、立命館大学経済学部卒業。 1991年、第5代カゴメ株式会社社長就任と同時に、同社を農業食品メーカーと規定。収益力中心経営をカゴメの経営課題に据え、当時2000品目以上あった商品を1000程度に絞り込むなど収益力重視の経営姿勢を貫いた。1996年には、社長の座を伊藤正嗣に譲り、自らは、 相談役に退いて5代続いた創業家社長の歴史に終止符を打った。学生時代はフレデリック・テイラーのテーラーシステムやフォードシステムを研究。立命館大学経営研究会の創設にも関わった。出会いイコール一太郎沖縄とまと記念館館長の蟹江義信さん中部経済新聞。 カニエヨシノブ氏シ巨児通信2012年1月24日、閲覧神戸大学大学院 MBA、プログラムワーキングペーパー、ブランドリーマドリング再び輝き始めたブランド、経営学振興事業だより、アクロス第19号、カゴメ、カニエヨシノブ元社長に聞く立命、経営研究会での研究が役立った。ありがとうございます。